はい、はい、11番365ヤードパー4です。ちょうどこれは若干右ドッグレッグのホールになってるんで、まあ、気持ちの白旗ぐらいの方向が一番いいのかな。一応なんか今 GPS で調べたらヘアウェイがこう切れてて、切れるとこまででちょうど220ぐらいだったかな。この白旗の方向を狙っていきます。ちょっと左だけど、ラッキー、ちょっと右に跳ねてきた、うん、大丈夫ですね。大丈夫です、はい、いい感じよ。日頃のこないだ何やってるんですか日頃。いや、ここを積んでる。人に優しさを振り回してるよ。まあそうね、笑顔を振り回してるから、ね、あ、そう優しさだよ、うん、笑顔だけじゃないですよ、優しさを振り回してます。自分も優しくしてもらいたいから。あ、そう、自分がしてもらいたいことを先に相手にすれば自分してもらえるって言ってた。言ってた、うん、祖母が信じてる、そう、信じてる。センター136受けグリーン、よし、ピンが10前の126でもラフなんで、フライヤーかかったら嫌なので、フライヤーかかったこと考えて120ぐらいで行きたいなと思います。だから手前に外してもどうせ花道なんで、手前は障害物ないので120で9番ヤードぐらいで行きましょうかね。これピン手前で、はい、まあ、もう右すぐバンカーじゃないですか。はい、どこを狙うんですか。ですね、若干つま先下がりになるんで、若干右に行きやすいことを考えた場合に、まあ、グリーンのセンターぐらいでいいかなと私は考えております。変にここモロセンター、モロセンターで行きますね、はい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 、そこまでピンポイントに、ね、狙わない、狙わない、乗ればいいかなぐらいなイメージ。あ、そうですそうです。まず乗せることがまず第一優先みたいなとこはあるんで、もしこれでこれ寄ってバーディー取んないと優勝できないよとかだったら無理しても狙いに行くんですけど、まあ、ハイリスクなんで、うん、今日みたいなラウンドだったらまずは乗せるっていう方が優先かなっていう感じですね、うん、センターで行きます。かかった、うん、あ、ちょっと短かったかな、まあ、フライヤー考えて短いクラブなんで、まあ、短くてもいいかなっていう感じ、うん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 、そんなに悔しくはないかな、うん、まあ、あとあれだよね、あれで OK だったらさ結構気楽だよね。あ、そうです、そう狙わなきゃいけないと不安を抱えながら打つ感じが、そうです、そうです、本当におっしゃる通り、みんな結構ね気楽に行こうって言いたくなる。でもどう、なんか話をあのめちゃめちゃ遮っちゃったんだけど、あ、いいですよいいですよ、はい、試合になると、はい、安牌ばっかじゃいけないじゃないですか。あ、もちろん、これ考えてどうなんですか、はい、あのずっと安牌狙って、はい、ちょっとこうたまたまいいパットが入って、はい、アンダーになったらもう死守できるじゃないですか、はい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 、でもし勝負かけるときは勝負かけるでいくのか、うん、それともアンダー取るまでは多少こう勝負していくのかって、あ、その時までの調子にもよるかな。結構中小企業自信あるときは狙いに行くかもしれないです私なら、なんかやっぱ調子の良しって絶対あるじゃないですか。多分ゴルフやってらっしゃる方だったら分かると思うんですけど、割と自信があるときは狙いに行くかな。あんま調子良くないとき、スイング修正してたりとか、うんうん、調子合わないときとかは安牌に行ってっていう感じかな私は、うん、でも絶対優勝しか私狙ってないよみたいな子は多分めっちゃ攻めに行くと思います。なんか理論的にいけばパー3とパー5って我慢すれば上手い方だとバーディー取れる可能性すごいあるじゃないですか、うん、アンパイに行ってもパターでいける可能性があるんで、はいはい、基本はそれでいいんですか。基本はでも試合になるとやっぱ違うよね、レベルさ拮抗するからさ、どっか一つ抜けないとさ、それこそパー4でもバーディー狙えるところとかって、まあ、事前に把握しときますからね。でもそれはーパー3でも200近いところとかもたまにあるんで、これちなみにピッチング
今日はそんなに転がんないと思うんで、まあ、グリーンが重いとこは基本的には転がしていきますかね。私は3分の1ぐらいに落としてコロコロって感じ。微妙。こういうアプローチも平常心だとこんな感じで安定感がすごい感じるんですけど、はい、勝負かけに行くときはオーバーになるぐらいで狙いに落としどころを変えていく。なっちゃうんですよ、なんかわかんないけど。それはありなの？それは全然、それを加味して落とし場所見ればいいと思う、うん、なんかやっぱアドレナリンが出やすかったりするとインパクトが強くなりやすいんで、いつもだったら例えばさっきだと3分の1程度のところを見るけど、その50センチぐらい手前見てイメージするとかね、うんうんうん、で実際打ち下げだったら強くなるからいつもと同じとこに落ちるみたいな。いやプレッシャー結構左右するね。しますよ。だからメンタルスポーツって本当にその通りだと思うんですよ。し試合がないからさ、常にさ人と戦ってないから自分のとの戦いだから、ね、それいいなうわー切れちゃった。はい、なんか面白いね今のそういう話は。すごいそこをコントロールしていくけどなんかうまく噛み合わないなって日もあれば、イケイケどんどんになっちゃう日もあるってことでしょ。いや本当そう、本当そう、本当そうです、ね、みんな同じレベルみたいなもんだもんね。本当その日のなんかこうすごいよ。いや結構人にでもその性格にもよると思うんですけどね、プレイヤーの。うん、そうだよね、ハマる考え方とかありそうな気がする。あ、そうです。はい、12番151ヤードパー3です。まあピンもセンターで150、グリーンも柔らかくてそんなに走るタイプじゃないので150しっかり打っていきたいと思います。結構短いのがちょっと厳しいね、あれ手前にバンカーがあるから。で私はどっちかって言ったら逃げなきゃドロー出るタイプなんで、手前のバンカーの右端ぐらいをねちょっと狙っていきたいなと思ってます。うん、まあ右端ちょっとなんか短くてもこうエッジグリーンのバンカーの奥縁がこう近づいてるから、まあ、バンカーに入りにくい、うんうんうん、右端ぐらいを狙っていきたいです。狙い通り飛んでたよ、ごめんなさい。しかもすげえマイク近くで言ったからめちゃめちゃ音割れてそう。そうだよね、ごめんなさい、うるさかったらごめんなさい。当たった当たった、だから絶対当たるなと思ったんですけど。あ、跳ねるもんね、それ気にしないで振ったおうと思ったら、まあまあ、ナイスナイス飛んでたなんかなんでみんなこれマイク当たんないの、みんなすごいよね、それはそれで。マイク見ちゃってちゃんと思う球筋だったんですか？そう思う、ちゃんと右足にしっかり飛んでたんだけど、なんか音が違う音でさあーって言おうと思ったけど、言ってもきっとマイクあっち行っちゃってるから音拾わないなと思って言うのやめた拾ってからなんか発しようと事故だよ放送事故。いやほらちょうど右端でしょ、うん、いやよいしょよいしょ、ちょっと最近グリーンがねみんな荒れてるとこ多いからちゃんと直してあげて。さてとよいしょ、これは逆に小山ちゃんだと何考えます？そこに乗りましたって言ったら考える、何をこう考えます？だって何も考えないで打つことはまずないじゃないですか、相当疲れてない限り。登ってるんで、はい、カップの位置をちょっと奥にして考えますね。ほう、登ってる？こっちから見ても？え？登ってないの？あ、登って下ってんのこれ？あ、登って下ってるんでトントンで考えますね。
で、僕ね、左右は正直あんま分かんないんですよ。ほう、なるほど。だから、もう分かんないやつは真ん中、この、なんかオッケーサークルに入ればいいかなみたいな。ああ、なるほどなるほど。そう、だからで、その中でも、まあ一応どっち側がいいかなみたいな風に思って、多分フックだからちょっと右方向打つかなみたいな。なるほど、フック。そうですね、そうね、まあ必ず反対からちゃんと見てあげるってことだけ忘れないようにって感じかな。そう、みんな結構こっち側だけ見てこうこんなもんじゃないみたいな言う人多いから。今あれでしょ、僕の言った通り言ったんでしょ。ちょっとね、でも思ったより出たかな。私はもうちょっと重いかなと思って、うん、なんかちょっと割とやっぱあのアプローチの止まり方をイメージしたらちょっと早く思ったより転がったかなみたいな感じするよ ね、 ちょっと落ちましたね。もうちょっとなんか玉足遅そうなイメージが。でも割と最後ちょっとスライスしたかな。なんでよいしょー、再開。はい、まあこういう感じで、みんななんかそのアプローチもパターンも今みたいにちょっとこう OK できないぐらいちょっと強く打ったりするとみんな目背けちゃうの、あーやだみたいなやるじゃないですか。あ、強い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 ってあんまりこうラインを意識して過ぎるの見てないっていうの、強いか弱いかだけになっちゃうんで、はいはいはい、次のためにも見とくみたいな。そうそう、ラインを見といてあげる。その自分が別に強かろうが弱かろうどっちでもいいんですけど。確かに次に、まあそうです、そのグリーンでもそうですし、その次のパットでも。あ、そうそうそう、そう、ね、生かしてあげたいから。確かに、怖がらずにちゃんと現実受け止めてって言う。よいしょ、よし、行きます。